広島県道37号広島三次線は、広島県広島市南区と三次市を結ぶ県道である。国道54号と共に、広島市と三次市を結ぶ幹線道路であるが、本路線が成立したのは1982年のことで、前身は、広島県道37号広島向原線の前線、及び広島県道29号竹原吉田線。 広島県道433号下、しわちかおば線、広島県道227号、しわち停車場線の各一部である。道路の改良は、最後まで残っていた秋田方、三次市境付近の工事も2009年の秋には、ほぼ終わった。この工事は、JR 警備線を2006年4月に付け替えた上で、豪の川沿いの道を拡幅する工事を含んだものだった。 かつては、広島市朝北区口田南一丁目、下小田バス停前交差点広島市朝北区口田南七丁目、矢口交差点間は、旧道と呼ばれている路線が本線であり、新道と呼ばれている路線は、下小田バス停前交差点、広島神社前交差点間が、広島県道271号八木広島線で、残りの広島神社前交差点、矢口南交差点間は、 広島市道であったが、現在は本路線に指定されている。広島県広島市浅北区軽賀町広島県広島市浅北区軽賀町内の旧道。線路は、芸備線。原動支線主要施設名称、旧石。ありがとうございます。